YN さん、スパチャありがとうございます。2回目スパチャになります。フロントはどのようなイメージを持ってハーデンを獲得したんですか？あのザルディフェンスはチームの士気が落ちると思いますが、ハーデン獲得したのは、まずポール・ジョージとカワイ・レナードで俺らは優勝いけるっていう、もう確信を持ったんだと思う。まずそこが大きいんじゃない？で、その上で、この2人で優勝いけるんだったら、もう一気に勝負仕掛けてもいいよね。で、実際に現実的に取れるスーパースター誰だろうってなった時に、当時はあんなにゴタゴタしてたジェームズ・ハーデンっていう。別にハーデンじゃなくてもよかったんじゃない？ただタイミング的に、よし、優勝いけるぞ、ここで勝負かけるチャンスやってなって、その時たまたま現実的に取れそうだったのがハーデンだったから、ハーデンでいいや。そんなにこうティロン・ルーがやりづらくなるとか考えてなかったんじゃないかな。なんとかしてくれるでしょっていう。てか、なんとかするのがヘッドコーチだろっていうね。俺らはいい選手揃えましたよ。あとはどう料理するかはテロンルー次第ですよっていう。でも難しいのが、そのポール・ジョージとカワイ・レナードの活かし方って、オフボールスクリーンをかけてアイソレーションさせるっていう、こういう順番じゃん。ボール運ぶ、エントリー入る、オフボールスクリーンをかけるアイソレーション、ポストプレー。この順番の中にジェームズ・ハーデンって必要なのかっていう。パス能力とボールを運ぶ能力が必要なんだけど、別にプライマリーじゃなくていいよな。別にアルバナードとかもできるやろ、これ。ボール運んで、オフボールスクリーンをセットされるのを待って、で、ポール・ジョージがどっち選択するかをちゃんと見て、で、選択した方向にパスを出す。これ別にプライマリーじゃなくてよくない？ここまでの流れの中で。普通にベバリーとかでもできると思う。そこがちょっとどうなんだろうな。それこそテレンスマンでええやんってなるし。もちろんね、それだけじゃないから、別に普通にハーデンがピックアンドロールしてるシーンもあるし。でも、やっぱりウェストブルックがハンドラー、ポール・ジョージとかが攻めないときはウェストブルックがハンドラーで、スペインピックしたりとかっていう方が、ウェストブルックも生き生きできるし、そこをハーデンに取られちゃうっていうね。こうチームとしてのセカンドオフェンスっていうんかな。ファーストオフェンスはポール・ジョージとカワイ・レナードの、ポストとかアイソだとすれば、セカンドオフェンスはジェームズ・ハーデンのピックアンドロール。現状は今そうなってると思うんだよね。でも元々はそのセカンドオフェンスの部分がウェストブルックのピックアンドロールドロールとか、ウェストブルックがピック使いながらノーマン・パウエルがこうランニングするとかね、ポール・ジョージがスペインピックで上がってくるとか、でその役目を奪われかけてるっていうところがちょっと、ウェストブルックにとっては、それがベンチを要求した一つの理由でもあるのかなっていう。だったらもうハーデンがいない時に俺を出してくれっていうね。けどウェストブルックを20分以上出すってなると、当然ハーデンと一緒に出さなきゃいけない時間帯も絶対被るから、もうだからコーナーステイするのはもう避けて通れないよね。で、他の選手が、じゃあ、例えば、昔じゃねえわ、去年のクリス・ポールとデビン・ブッカー、一緒にサンズでやってましたと。じゃあ、クリス・ポールがピック使うとき、サンズはデビン・ブッカーをコーナーステイずっとさせてたかっつったら、そんなことないじゃん。で、どうやってコーナーステイさせないように工夫してたかっつったら、そのデビン・ブッカーがスペインピックの役目になって、コーナーステイではなく、その後ちゃんとトップに上がれる。で、トップでボールもらったら1対1するっていう、そういう、こう、サイクルというか、循環を作ってたんだよね。けど、じゃあ、ウェストブルックにスペインピックができるかっつったら、できないやん。ってなると、もうどうしようもないよな。じゃあ、どうさせればいいのってなるじゃん。もう、ステイしといてっていうしかないよね。ティロン・ルーからすると。ここがね、難しいんだよ。で、逆もそうなんよね。ウェストブルックがハンドラーになって、ジェームズ・ハーデンがスペインピックの、2枚目のスクリーナーになるの想像できなくない？全く。絶対そんなオフェンスせんやん。で、今までハーデンそんなことしたことないじゃん、多分。だ、結構詰んでる気がするんだよな。ウェストブルックとどうなんだろうな。何ができんだろうな。こういう時俺がヘッドコーチだったら何すんだろうって考えるんだけど、何すんだろうな。本当はね、スペインピックとか言いたいんよ。けど、ウェストブルックできないじゃんってなるやん。ハーデンにやらせるしかないんかな。やったことないっていうだけでやれないかどうかはわからんからな。やったところ俺見たことないだけなよ。なぜなら、プライマリーハンドラーであるジェームズ・ハーデンがハンドラーにならずして、スペインピックの役目になるの意味わからんよ。普通に考えたら。逆やん。ハーデンがハンドラーになって、ね、シューターがスペインピックした方が理にかなってるじゃん。だから今まで全くやってこなかったんだけど。でも今、この現状を考えると、ウェストブルックをちゃんと活かしつつ、で、ジェームズ・ハーデン
ンのシュート力をコーナーステイさせずにシュート力も生かすってなったら、ジェームズ・ハーデンがそっちの役目にシフトチェンジするっていう、スターにさせるっていうのもね、まあ、あるんだけど、その問題はカッティングってこう自分本位でできないのよ。相手がボールウォッチャーになってるとか、相手のポジショニングが何らかの理由によって適正なポジショニングじゃなくなった時にそこのギャップをついてカッティングするっていうのが普通だったりするんだよね。まあ、もちろんカッティングにもいろいろ種類あって、そのエリアをクリアさせる、スペーシングを開けるっていう意味のカッティング、まあ、カッティングっていうのもクリアに近いよね。クリアするっていう動きはあるんだけど、まあそればっかやってたとして、なおさらウェストブルックじゃなくてよくねってなら仮にじゃあお前ウィングに置きますと、ウィングにウェストブルックを置くから、ハーデンがピックアンドロールでドライブしてきたらそこのスペース邪魔だから、お前スリー入んないでしょ、スペース邪魔だからクリアしてそこのスペースを開けてあげてね。確かにこういう使い方はあるかもしれないけど、ウェストブルックじゃなくてよくねってならん？じゃあだったらそれこそなんかコビントンとかさ、なんか残しておいて、コビントンだって別にそれできるし、バティウムだってそれできるし、ただ本当に邪魔扱いしとるよそれお前ちょっと邪魔だからちょっとどいてくれっつってそれはもはやなんかコーナーステイよりもウェストブルックを殺してることになるのかもしれないよね。あとはどうしてもそもそもこうベンチ起用を要求してくれたことだけでもティロン・ルーからしたらすごいありがたいねことだったと思うから、その上でね、邪魔しないようにお前常にスペース開ける動きをしてくれっていうのは、まあ別にね、チームが勝つことを考えるんであればそれも選択のうちには入ると思うけど、だいぶ人の心を失ってるよなそれ俺がヘッドコーチだったらちょっと言えないわ。あ、ベンチ要求ありがとう、マジ助かった。その上でちょっと試合出た時邪魔しないでもらっていい？俺がベストブレイカーだとちょっと泣くかもしれない。え、自分からスタメンね外してこのチームのために、ね、苦渋の選択を取ったのにそこまで言うっつってでもね、やっぱりじゃあコーナーステイしてでいいよっつってもコーナー3決まらんし、さあ困ったっていう感じですよね。かといって誰が必要なんだろうね。じゃあウェストブルックトレード出します、誰必要なの？プライマリーハンドラーいるでしょ、で攻めるやつカワイとポールジョージ2人いるでしょ、でシックスマン気質のノーマンパウエルももういるでしょ、シックスマンも別にいらんやん、でセカンドハンドラーもテレンスマンがいるでしょ、セカンドハンドラーも別に必要ないんじゃない、プライマリーハンドラーももうハーデンがいる以上いら無理でしょ、でポールジョージカワイでズバッチだけでも、ズバッチだけじゃ心もとないけど、でもダニエル・タイスも来てくれて控えセンターもいて、まあ、パワーフォワード枠でも PJ タッカーもあんまうまくいってないっていうのもあるけど、フィニー・スミスとか、まあだからまあ要は 3&D ってことになるんだろうな、まあ、攻めないやつだろうな、で攻めないやつ、逆に言うとじゃあ攻めないやつの能力低いことが悪いんじゃないか、もしかしたら一番悪いの PJ タッカー説ある。だって PJ タッカーがめっちゃいいんだったらこんなことになってないんじゃないの。だったら PJ タッカー出してコーナーステイさせ続けてて問題ないはずじゃん。もうそこの問題が解決されないからウェストブルックがコーナーステイしてたりとか、いやヘッドコーチ変えるのはありかもしれん。正直なんか別にティロン・ルーが悪いとかは思わんけど、っていうのもめっちゃ大変だと思う。急にねハーデン来たってなったらもう、ね、何していいのかもう多分混乱してると思うよ。ティロン・ルーも嘘だろっつって、オフシーズンあんなに練習してきたものを一旦、まあ、忘れるとまではいかないけど、ね、また一から、ね、ローテーションも組み直して、でその上で調子の良し悪しで、ね、即興でローテーション、ね、試合中は組み直さなくちゃいけなくてとかさ、でハーデン用のセットも考えてみたいな、まあ、別に言い訳できないんだけどね、言い訳はできないんだけど、一旦こうもうリフレッシュ、もうゼロにするためにティロン・ルーを変えてみるっていうのはそれが一番最善なのかな。ティロン・ルーはゼロにはできないと思うんだよね。もうここまでクリッパーズとどっぷりやってきてしまってる以上、もう一旦ポール・ジョージのことも変わりないのことも全部フラットにゼロにして、よし本当の意味で一から考え直そうっていうのはティロン・ルーそれはできないと思うんだよね。だ今ある土台にこうどうプラスしていくかっていうのを考えてると思うんだけど、まあ足し算だったり引き算だったりしてね、もうそれも全部バーって邪魔っつって一旦片付けて一から積み木をね
組み立てた方がいいんかね、これね。だって NBA の世界だとよく言われてるのが、レギュラーシーズンって本当に次から次へと試合があるから、練習で反省する時間もほぼないし、でほとんどの時間が移動で使われるし、ね、選手たちの、ね、アイシングっていうか、あの体のケアのことも考えなきゃいけないから、でかつ B2B があったりと か、レギュラーシーズン中ってもう本当にこうテコ入れするのがすごい難しいって言われてるんだよね。そんな中急にハーデン来てね、はいすぐまとめてくださいっていうのは、まあ、なかなかに大変だろうなとやっぱ思っちゃう。